師の水本投手、はい、戦争が起こっている今、防衛は必要ではないですか？軍備の拡張競争をしたら、むしろ緊張が高まって戦争への道になると思っています。自民党は防衛予算、軍事費を倍の10兆円、11兆円にすると言っているんです。緊張を高めるのではなくて、外交やそういうところで努力していかないと、本当に戦争に突入していくんじゃないでしょうか。戦争への道ではなくて、戦争しない、戦争させない努力をするべきだと思っています。サルトルは言いました。金持ちが戦争を起こして貧乏人が死ぬ、その通りです。戦争させない政治を社民党は全力でやっていきます。憲法9条を変えさせない、それが社民党です。